2007年ロシア会員選挙は、ロシア連邦議会の会員の選挙。2007年12月2日党開票。この選挙は、8年の任期を約半年残したウラジーミル・プーチン大統領にとって、事実上の信任投票を意味する。プーチン与党である統一ロシアが、 憲法改正可能な全議席の3分の2以上の議席を獲得した上で、議席をどの程度上積みできるかが焦点とされた。従来の小選挙区比例代表並立制が廃止され、完全比例代表制に選挙制度が変更された。また、阻止条項も従来の5%から7%に上昇され、 プーチン政権に対して批判的な野党にとっては、議席獲得が非常に困難なものになった。従来の政治ブロックの結成は禁止され、投票における全政党に反対という投票行動も廃止された。ロシア時間は、アトックプラス2からアトックプラス12の時間帯に11の標準時を持ち、国内10時間の時差があるため、極東地方から投票が行われる。投票は、 日本時間の12月3日午前3時まで行われる。当初、選挙前に選挙に参加する資格を有する政党は15、政党あった。2007年9月13日にロシアの愛国者とロシア再政党は選挙協定を締結したため14の政党がロシア中央選挙管理委員会に立候補者名簿を提出した。 このうち、緑の党に対して名簿に疑義があるとして、これを受理せず、さらに、ロシア平和統一党、人民同盟に対しても選挙戦への参加を認可せず、結局、中央選挙管理委員会によって、下院選挙に参加が許可された政党は、以下の11政党となった。ロシア農業党市民勢力、ロシア民主党、ロシア連邦共産党右派勢力、 同盟ロシア社会正義党ロシア自由民主党構成、ロシアロシアの愛国者統一ロシアやブロコ投票率は62%で、前回2003年会員選挙より6ポイント上昇した。選挙期間中、旅券の発行やロシア連邦政府の妨害によって、欧州安全保障協力機構が、選挙監視団の派遣を断念するなど、国際監視団の規模は大幅に縮小され選挙の、 公正さには疑問が残った。選挙後、ロシア連邦共産党やヤブロコ、ウファ勢力同盟など野党勢力は、プーチン政権による大規模な不正投票や開票操作があったと指摘した。ありがとうございます。